トリンがクリパスクサシギは、チドリ目シギカに分類される鳥類の一種である。ユーラシア大陸北部で広く繁殖し、冬季は、アフリカ、中東、インド、中国南部、東南アジアへの渡りを行い越冬する。日本では、旅鳥として、春と秋の渡りの時期に、全国的にラ来するが、関東地方より南部では、冬鳥として越冬する。体長、約十二センチメートル。 成長夏場は,は、頭部から背中、翼にかけての体の上面が、緑色味がかった、黒褐色で、背と翼には細かい白い斑紋が散在する。腹からの耐火面と、腰は白い。くちばしは黒く、足は、海緑色である。成長冬場は,は、体の上面が暗い肺褐色で、白斑が目立たなくなる。死誘同色である。批判食器は、故障、河川。 水田、湿地に生息する。海岸に出ることは、ほとんどない。渡りの時期でも群れは作らず、単独過数は出いる。繁殖期は湿地に生息する。植生は主に動物食で、水深の浅い場所で、昆虫類や甲殻類、貝類などを捕食する。植物の種子を食べることもある。主に地上や倒木場に営養するが、他の鳥類の古巣を利用することもある。 普通4、卵を産み、死ゆで放卵する。放卵日数は21から22日である。草主義、ありがとうございます。